EDP 東京所属のエレスター内上有です。この度9月10日新宿フェスの大会でプロレスにすることを決意しました。内上有、今年1月性転換手術に臨むため壮行試合が行われていた。初めて勝つことができました。人としてレスラーとしてもっともっと素敵になって人に夢を与えられるような希望を与えられるような女になって帰ってきます。そして手術を終えてエチカが今宵8ヶ月ぶりにリング復帰。すぐ体が良くなります。少しずつ治っている中で私だけやっぱリングに上がるのが嬉しいと思うとともに、なんかプロレスが遠ざかってしまうんですよ。そんなエチカが復帰戦で希望した対戦カード。おめでとうと盛大に、これはそれを盛大に祝わせていただきますので、楽しみにしてください。一度長期で離れてしまうと、正直そのままもうリングに戻らずにフェードアウトしてしまうという選手も正直やっぱ少なくないので、内心少しそこの心配もありました。ちゃんとこの子は戻ってきてくれるのかなっていう思いでもう送り出した部分があったので、やっぱり彼女がこうやってですね、もう一度プロレスをやりたいと言ってリングに戻ってきてくれることにホッとしてますし、 TPP 東京はチャイオタだけじゃないぞと、エチカ・ミヤビもいるぞっていう存在感を大いにアピールしてほしいなと。愛と感謝が詰まったメンバーと臨む覚悟の復帰戦へ、フォースパーティー東京不動産商事プレゼンツ、エチカ・ミヤビ復帰戦転生、エチカ・ミヤビ夏すみれ VS セラリサ・マナセ・ユーナ。